常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。ロシアカウントダウンということで、ロシアインフラボロボロ、まあそんな中ね、ウクライナ和平会議がまあ終わりましたというお話をしたいと思います。今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。ウクライナ和平会議ね、終わりましてね、なんかネガティブなこと書いてる人も多いんですね。新興国の支持伸びずみたいな話なんですけど、まあ同じ会議ロシアでやってさ、誰がお前行くんだよみたいな、そっちを考えなきゃダメね。ね。これ支持しなかった人が全部じゃあロシアべったりかっていうと、そうじゃないから。ね。もうみんないろんなこと見てやってるわけですけど、まあロシアね、今焦ってるんですよ。ね、アメリカがね、まあメインですけれども、まあヨーロッパ各国もね、そのロシア領内の攻撃、ね、ちょっとOKしただけで、ロシア軍めっちゃ今負けてるじゃないですか。ね、ボコボコでしょ。で、その前ね、ウクライナが弾不足になって、人員も不足してね、交代とかもちょっとうまくいってない時に、うわーってもうゾンビアタック仕掛けてきた時は、あんなに力入れてやったのに、もうほんの数キロしか押せなかったのね。で、弾薬届いたらもう何十キロも押し返されてるわけですよ。ね。しかもロシア領内もまあ攻撃されてるんでね、停電起こったりとか、まあいろんなこと起こって、まあこれ後でお見せしますけど、インフラがかなりガタ来ててですね、もう本当にちょっと限界みたいな状況だったんで、ロシアはね、この間ね、アホみたいな和平提案をやったわけですよ。誰が相手にするんだよと。もっと領土くれたらやめてやるっていう、もう意味わかんない。こいつ、プーチンついにもう行ったかお前みたいな感じで、完全おかしくなったかみたいな、しょうもない和平提案をしたわけですけれども、まあこれロシアのやり方です。はい。エストニアのカラス首相でしたっけね、外務大臣時代にね、言ってたんですけど、ロシアの交渉ってね、やり方はね、3つのポイントがあるらしいんですよ。まずね、最初に最大限要求するそうです。はい。ね、デマンドマキシマムって言ってました。最大限要求すると。ね。で、最大限要求した上で、妥協しないでね、むしろ脅迫するんです。はい。全然妥協しないで。ね。最大限要求し、脅迫を続けると。そうするとね、相手が勝手に降りてきて、ね、その最大限の要求の半分とか3分の2ぐらい取れると。で、ここでいいなと思ったところで、じゃあ分かったっつってやって、妥結すると。それがロシアのやり方らしいんですけど、このやり方ね、一個ね、すごい大きな問題点があるんですよ。第3段階ね。そうやって恫喝してれば相手が折れてくるっていうのを前提にしてるんですけど、折れないで逆切れした時どうすんのって感じなんですよ。で、折れないで逆切れした時は焦るって。で、焦ってプーチン、わけわかんないこと言ってきたんです。もっと領土くれたら戦争をやめてやる。誰がそんな提案を持ちか、バカかおめえはみたいな感じで、オランダのルッテ首相もですね、もう威圧ですよ。威圧。お前バカかみたいな、反応されてましたよね。これはまあプーチンが焦ってるって証拠で、ね、大変いい反応だと、いうふうにあしらわれてたわけですけれども、まあ結局そういうことですよね。で、そんな中ですね、ロシアはね、もう自利品になってます。はい。どれぐらい自利品かというとですね、国内のインフラがやばい。もう防護です。で、皆さんね、先週モスクワで洪水あったって知ってます？前にもちょっと私これ言ったんですけどね、先週ね、3日間ぐらい大雨降ってね、はい、木曜日かな、木曜日に大雨で、一部浸水、公共機関、大混乱と、ロシアの首都全域でですね、車や水が水没したということなんですね。で、これモスクワタイムズというところが報じている記事なんですけれども、この雨によりモスクワ北東部の、水道橋公園付近で、市内の河川一つ、ヤウザ川がですね、氾濫したと、洪水起こったと、いうことです。で、モスクワ市民が膝まで浸かる中を歩く姿などが見られ、ヤウザ川から来たカモがですね、遊歩道沿いに泳いでいるというですね、しょうもなと。それからもう木がですね、倒れたりとかですね、まあ要は3日連続の異常な大雨でですね、もう首都機能がもうだいぶ麻痺してしまったと、いうことですね。そのね、現地の様子をね、このモスクワタイムズ伝えてるんですけれども、雨って言ってもね、もう結構すごいんですよ。こんな降ってんの。見えます？すごい雨です。はい。ドバーみたいなね。そんでね、まあこれがわかりやすいの。こんな感じです。もうめちゃめちゃ降ってます。はい。はい。これ別にアーシャじゃないですよ。でも水没。こんな勢いでね。はい。あとね、この人もすごいな。これももう、ほんと滝のような雨ですよね。はい。それからね、わかりやすいので言うとね、これもすごいな。これもうちょっとこんな感じですね。もう冠水してますね、下の方はね。はい。こんな感じでですね、もうインフラ、ボロボロと。モスクワですらこんな感じと。ね。今や地方を置いておやという感じなんですけれども、その地方ね、インフラどうなってるかということで、テンダーさんがですね、非常にね、興味深い写真をですね、アップされてるんですね。それがね、この写真なんですよ。これね。これね。これ何かというとですね、ロシアで最も豊かな地域で、モスクワを除く最も豊かな地域、スルグトというところにあるね、ロシア連邦の高速道路の一つだそうです、これが。皆さんいいですか？
これ高速道路ですからね、ロシアもね。はい、ロシア基準です。はい。ここに映ってるのはそこの、スルグトのですね、高速道路でございます。で、ハンティマシン、自治管区、自治区というところなんですけれども、ロシア最大の石油とガスのね、その埋蔵量がある場所らしいんですね。で、ロシアの石油とガスが、輸出の半分以上が、まあ、この地域から実は来ているということで、極めて豊かな地域なんですよ、そういう意味ではね。はい。で、人口わずか170万人しかいないと。アラブ首長国連邦の5分の1に過ぎず、アラブ首長国連邦の2倍ぐらいのですね、原油をね、輸出していると。ね。それなのに、高速道路が、こう、こういうことなんですよ。はい。で、天田さん曰くですね、腐敗は、人間、自然、経済、そして脳細胞を、ピーしますと。ね。これが、ロシアが絶望的で、神に見放された場所であり、この政権と、この政権の下では未来がない理由の一つですと、いうふうにおっしゃっております。まあ、これ悲惨ですよね。それからね、あとね、事故もやっぱ多発しててですね、これもまたテンダーさんからの情報なんですけれども、サラトフ州にあるですね、ロシアのガスの貯蔵施設があるんですね。これ地下にある貯蔵施設らしいんですけれども、これがですね、まあ、ド派手に爆発しましたと、いうことです。で、これね、一応ね、爆発の映像があるのでね、これも皆さんにちょっとお見せした方がいいかな。爆発の映像はですね、これですね。これですね。こんな感じですね。燃えてます。はい。これネット上にいっぱい出てるんですけどね。はい。で、これね、なんで爆発したかというとですね、なんかね、もともとガスが漏れてたみたいなんですよ。木こりがですね、1ヶ月前からなんかこの辺ガス臭いぞって言ってたんだって。で、多分だから事故なんじゃないっていうふうにテンダーさんは言ってます。で、これなんでこんな事故が起こったかというとですね、結局ロシアがウクライナとね、まあ無理くり戦争して、まあテンダーさんも負けたって言ってますけどね。負けたんだと。これはもう、ロシアが負けてる証拠なんだと。で、そのためにですね、まあその、財政不均衡が生じてますよね。財政不均衡というか財政の偏りね、軍事に全振りしたこの財政がですね、結局こういう社会インフラに対するですね、予算もめっちゃ削ってるわけですよ。放置なんですよ。だからモスクワ水はけがもうすごい悪い場所になっちゃったし、ね、高速道路あんなんだし、ガス漏れ起こっても誰も対処できないと、いうこと直せないんですよね。もうだってもう全然軍事にばっか予算いっちゃって、こういうとこ回んないですから。ね。そのためにだから不均衡なね、財政不均衡が、まあ出たことによってですね、まあその、まあ、さらにあともう一個ね、テンダさん言ってんだね、崩壊する前からですね、インフラに対する無知がやっぱロシアにあったと。まあいろんなこと、まあ複合要因なんですけど、まあ一番でかいのはやっぱ財政でしょうね。はい。で、それで、まあロシアの、没落をですね、まあ加速していると。まあこの戦争はね、ロシアの没落を加速させるだけであることを物語っていると、いうふうにですね、まあ辛口のコメントを、まあ書かれていると。いうことでございます。で、さらに言うとね、ガーディアンというね、イギリスの、まあ、新聞というか雑誌ですかね、新聞なのかな、これにですね、ハミッシュ・デ・ブレトン・ゴードンさんという方がですね、プーチンの核兵器は崩壊しつつあるという論説を、掲載してるんですね。で、この、ブレトン・ゴードンさんによるとですね、ロシアの核兵器、予算不足でですね、発射ボタンを押しても撃てねえんじゃないかみたいな。で、これあり得るんじゃないかと、いうふうに書かれてました。で、一応ね、と思ったんで、私を監修してくれてる専門家にも聞いてみたんですよ。はい。そしたらね、やっぱりね、予算不足で、撃てない核兵器あるんじゃないかと。使えるものはほんとごく一部なのかもしれないと、これあり得る話だというふうには言ってました。で、このブレトン・ゴードンさん曰くですね、ロシアの戦術核攻撃の脅威は、無視して構わないと。ね。ヨーロッパの抑止力は、プーチンのような暴君さえもですね、従わせるのにね、十分なほど強力だっていうふうに言ってるんです。でね、これね、彼がそう言ってるね、理由の一つにね、この間その戦術核演習なる、なんか、やりましたよね、演劇をね。はい。で、その時に使われていた、その弾頭はね、完全に模擬弾頭らしいんですよ。本物の弾頭は一切使ってないらしいんですね。なんでなんだこれみたいな感じで見てたらしいんです。核の専門家からすると。本気でですね、戦術核使うぞってブラフかますんだったら、本物使うべきでしょ？だけど、演習に持ってこられる戦術核がなかったんじゃないかと。まあ、つまり爆発しない、もしくは触るな危険みたいな状態のね、もうメンテが行き届いてない、そういうまあ核兵器しかなかったんじゃないかと、いうふうに言ってるので、まあインフラね、まあ高速道路、ね、それからガス貯蔵施設、ね、それからまあ都市のね、下水道、ね、加えてですね、この核兵器ね、
まあ、その核装備そのものも、インフラとしてね、まあ、インフラの一部ですから、こういうのももう腐れ始めてんじゃねえかと、いうことで、やべえな、この国と、そういう感じでございます。で、そんなね、まあ、ロシアなんですけれども、さらに大きな問題がありましてですね、刑務所ね、刑務所もですね、刑務所もなんかだいぶ、インフラとして腐りかけてるんじゃないかということで、これね、ISW のレポートなんですけれども、なんかね、大規模な脱走事件があったらしいんですね。はい。ロストフ州のですね、ロストフナドヌーというね、町がありますけれども、ここのですね、まあ、刑務所というか、拘置所ですね。はい。拘置所でですね、脱走事件と人質事件があったと、いうことなんですよ。で、これね、イスラム過激派がやったらしいんですけれども、例のシティホールのほら、銃撃事件あったでしょ？で、あれがですね、要は、あれに端を発してね、イスラム過激派の取り締まりをまあ、やってると一応言ってるんですけど、プーチンは、どうもこれ失敗したんじゃねえかみたいなね、そういうふうにですね、言われ始めてると。で、誰が言ってるかというと、ロシアの極右の連中ね、極右の連中が、お前何拘置所でこんな人質事件起こってんだと言ってぶち切れてですね、これを過激派の取り締まりやれみたいなことを言い始めているというのを ISW はね、レポートしてるんですね。で、これね、一応そのレポート読むと、ロシアの国営メディアによると、6月15日、16日ですね、ロストフナ、ドヌーにある第一予備拘置所の6人の受刑者が独房から脱走してですね、中庭で警備員をですね、2人人質に取って立てこもったということなんですね。はい。で、その後ですね、ロシアの連邦保安局と、ロシアの連邦、刑務所管理局の部隊が、ここの拘置所に突入して人質を解放したと。で、犯人はですね、イスラム国とのつながりがあった、まあ、テロリストだというふうに、まあ、ロシアのメディアは報じてるんですけれども、6月12、6日の事件以前にですね、テロ関連容疑で有罪判決を受けていた、そういう、まあ、容疑者だったんですね。で、どうもそれがですね、そのシベリアの刑務所に移送されるのを待ってたらしいんですけれども、移送もなんか遅かったみたいな。これもまたインフラの劣化ですよね。はい。で、なんか連れてかれてなくて、で、それがですね、まあ、この騒ぎを起こしたと、いうことです。で、ロシアのね、その極右のね、過激派の軍事ブロガーたちはですね、この人質事件に焦点を当てて、ロシア国内でイスラム過激主義が蔓延してると、ね。さらにロシアの刑事制度についてね、問題があるんじゃないかってね、不満を言ってたと。さらにですね、まあその各囚人の身元とか所属とかね、容疑内容とか、IS の旗とか備品とかね、そういう所持したものとかね、もう全部これネットに晒してですね、こんな危ない奴がいたんだみたいなことを、まあやってるということです。で、まあそういうちょっとまあ人種差別的なものも含めてですね、そのイスラム過激主義の奴らをね、取り締まれというふうに言ってるんですけれども、なんか実際にはまあできてないと。いうことで、まあ、刑務所のインフラももう全然ダメと。ね。囚人を移送したりする、そのま、車両とかも不足してる可能性がま、あるんじゃないかなと、いうことなんですね。で、この状況でですね、やっぱプーチンもね、なんとかしなきゃいかんと、いうことで何するのかということでね、ついにね、ロシアがね、秘策発動です。はい。増税。ロシア増税します。はい。もう、これ戦時経済あるあるですよね。ね、戦時統制振りすぎて。ね。で、まあ、民需足らないわけですよ。もちろん。ね。で、その、政府のその赤字を、まあ、民間のその、まあ、黒字でね、埋め合わせてたんですけど、経済制裁とかでこれもままならないということなんで、最後何を始めるかというと、民衆から収奪を始めるということで、増税するみたいです。で、イギリスのこれ、諜報機関が伝えているということなんですが、2025年にですね、増税によってですね、290億ドルのですね、追加予算収入を見込むと。いうことで、大増税がまあどうも行われるっぽいです。法人税率はですね、20% から 25% にですね、引き上げ、られてですね、個人の最高税率もですね、15% から 22% に引き上げられると、いうことで、ついにですね、この増税の波がね、ロシア国民を襲うと。まあだからモスクワ市民もですね、ちょっとは気づくのかなという感じなんですが、まあこんなことやってもね、アメリカドル換算でね、今のね、その、1ドル90ルーブルぐらいかな。1ドル90ルーブルぐらいの高低レートで、まあ、290億ドルという話ですけど、実際にはね、1ドル90ルーブルじゃないんですよ。1ドル多分200ルーブルとか300ルーブルとかの世界なんで、言ってるほどの税収はまあ得られないと。まあインフレ、まあいわゆるこうインフレ懸念というのがものすごく強くなるという中でですね、まあこんなことやっても焼け石に水だしね、まあそもそも高速道路直したりとかさ、ね、ガスの貯蔵施設とかさ、そのドローンも来てねえのになんで爆発すんだよみたいなね、まあ、そんなこと起こってると刑務所もまあこのざまということで、まあプーチンがなんで焦ってね、
あんなそう、領土くれたら停戦してやるみたいなわけわかんないこと言ったかというと、まあ、だいぶケツに火がついてることをプーチンは知ってるわけですよね。プーチンだってもともと KGB ですから、こういう話も全部知っての上で、まあ、ああいうことを言ってるということなので、まあ、プーチンポキンと折れるのもですね、まあ、もうすぐなのかなとは思うんですが、まあ、いずれにしてもですね、西側の援助が大事です。日本からもね、はい、あの、ミサイルアメリカにね、渡して、アメリカから弾付きでみたいなことやってますけれども、どんどんウクライナ援助してね、国際秩序を乱すロシアね、なんとか、負けさせないとですね、国際秩序を、守れませんので、ウクライナに栄光あれということでね、本当に頑張ってほしいなと思っております。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方ね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。最後にですね、私のことを特に応援したいという方、Thanks ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にね、ぜひお越しいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー！